夫さんが成城に新しく家を建てました。立派な建物、広い庭を持つ城主の気分はいいでしょうね。あとはお嫁さんかしら。まあ、贅沢といえば贅沢なうちなんですけども、まあ今申し上げたように弟や妹も小さいし、まあ、僕が建てられるうちに建てとくっていうのも決して悪いことじゃないと思って、まあこう僕の好みのまあうちを建てさせてもらったんですけどね。うちを建てた次は嫁さんだろうって言われるんですけどね、これまああんまり関係ないような気が僕はするんですけど、まあお嫁さんってのはもらって悪い年じゃないけれども、もらわなきゃいけない年でもないっていう、そういう感じだけで。社長、今月のスケジュールはこうなっておりますが、うん、どれどれ。ここはちょっときついね。なんとかならないのかね。仕事の話になると船木和夫氏の表情、さすがに厳しいですね。レコードの方は次に出るレコードが大体12月の初めになる予定です。でそれから、まあ、ここ2年くらいの間の僕の歌ってきたものとはかなり系統の違ったものを歌っていった方がいいんじゃないかっていう意見にまとまって、そういう傾向の歌が出てきます。早く聞きたいわ。どんなのでしょうか。